こんにちは。は今日はです。いやー早いもので2020年ももう終わりますね今年はコロナの影響もあってずっと一人でマックスやスーパーコライダーをやってたんですけどもでも YouTube のおかげで同じような趣味の人がたくさんいるんだっていうのが分かったので本当に励みになりましたさらに今年はセミナーやカンファレンスがオンラインでやってるっていうのが多くて 多分例年以上に参加できていろんなことを見聞きできたなと思いました。で、先日、エイブルトン11の YouTube 配信を見てたんですけども、なんかその中でエーフェックスツインのイクエーションっていう曲をスペクトラムアナライザーに通すと、FX のツインの顔が出てくるんですよみたいなことを紹介していて、これ MAX だとできますみたいな感じだったんで、ちょっと今回作ってみました。 なので、ぜひちょっと見ていただけると嬉しいです。じゃあ、例えば、そうですね。この、我が家の黒猫のゴッホちゃんっていう猫がいるんですけど、ちょっと画像を読み込んで、スペクトラマナライザーに通して、それを音に変換して流してみようと思います。 いやー結構綺麗に出てるんじゃないですかね。ちょっと他のスペクトラマのライザーで見てみましょうか。スペクトロスコープ。ちょっとこれを違うスペクトロスコープに入れてみて、ちゃんと出るか見てみましょう。 ではこれでいい感じにできたので今回 MAX4LIVE のプラグインにしてみましたでここでも同じように例えば画像を読み込んで再生するとさっきと同じようにスペクトラムアナライザーが表示されるんですけどこれって結構いろんなところに応用できるかなと思ってまして例えば探偵ものゲームやアニメでなんか犯人からの暗号犯人からの暗号っていうか暗号メッセージが 例えばこの音はスペクトラムアナライザーで通すとメッセージが隠されてるぞみたいな感じのことができると思うんですよね。ここの音はせいかて工藤犯人は安やみたいな感じでできるんじゃないですか。ほなポートピア連続殺人事件やないかいみたいなね。 <laughs> 誰にも伝わらないのでちょっとスルーしていきますね。で、このプラグインですけど MaxInstruments になってますのでミリノートオンをトリガーにして再生することもできます。どんな音でもいいんですけどね。一応 C さんに音を入れてあります。で、再生すると。 はい、いい感じじゃないでしょうか。で今回、音楽制作もそうですけど、ゲームやアニメとかいろんな活用をしてほしいなと思いまして、なんとですね、ガムロードでプラグインを5ドルで販売を始めました。もうこれは今年の目標が、まあ2020年の目標がプラグインを作るってことだったんですけど、まあ5ドルですけど、これでギリギリ、大晦日に、1 1月31日に目標達成と言っていいんじゃないでしょうか。 ぜひよかったら買って使ってください。よろしくお願いします。はい。というわけで以上スペクトログラムでした。で続いては現代音楽考察にしていきたいと思うんですけど、前回はストックハイゼンをやりましたけど、今回はですね、アルノルト・シェーンベルクさんですで。この人って調べたらすごくて、 現代音楽この人から始まったたんじゃなないいかみたいなまず印象派だったクラシックの時代にこの人が「無調っていうのを作り出してさらにその後十12音技法っていうのを作ったんですよ。でそれをみんなが応用して現代音楽が盛り上がってったっていう歴史になってましていや「無調も生み出して「12音技法」も生み出してってめっちゃすごいやんって思って。 でいろいろ調べてたら結構この「無調への試み」の中でラベルやストラビンスキーに影響を与えて「月に惹かれたピエロ」っていう作品があるんですねでこれがすっごい面白くて「無調音楽」をまずチェーンベルクが作るんですよ「月に惹かれたピエロ」っていうのでこれを見たストラビンスキーが「日本の3つの序上詞」っていう曲を作ってこの日本の3つのまあロシアの そうですかねストラビンスキーあのロシア語の翻訳から翻訳したみたいな感じなんですけど詩が日本のの古和歌集とか万葉集の詩を使ってるんんですねなんかその頃結構フランスでは東洋趣味がめっちゃ人気だったらしくてストラビンスキーがこのシェーンベルクの月に光かれたピエロを聞いて影響されて日本の3つの上司を作ったんだよみたいなことをラベルに言うわけですよ。 そしたらラベルもそれを受けて、マラルメによる3つの歌っていうのを作るんですよ。で、ここで僕は図にしたらわかることが結構あるんじゃないかってことで、年表を作りました。<laughs> この年表はマイ年表なんで、今、現代音楽年表とかって書いてますけど、シュトックハイゼンしかいませんね、今のとこ。電子音楽、なんか聞くとわかるんですけど、これもなんか12音技法の要素入ってるらしいんですけど、 で、なんかこれ、なんか目をつぶって音程を追っていくとすごい入り込める <laughs>。なんか新しい世界が開ける感じの音楽なんですけど。まあなんか負けもわからず、この電子音楽ってとこでストックハイゼンから入りましたけど、このシェーンベルクさんの時代はというと、ここですね。1912年に無調音楽の月に惹かれたピエロって っってていうのを作って無調を作提案するでその後に5つのピアノの曲っていうのを1923年に発表して12音技法セリエリズムとか言う,言うらしいんですけど新しい技法を2つも作り出してしかもこのセリエリズムがストックハイゼンの電子音楽に影響を受けてみたいなことになってくんですよつながっていくんですねで今回このつながりの「無調のところに関してはストラビンスキーが月に弾かれたピエロを聴いて 三つの日本の女上詩っていうのを作るんですよ。で、これを作ったストラビンスキーがラヴェルのところに行って、月に惹かれたピエロに影響を受けて三つの日本の女上詩を作ったんだって言ったらラベルもうめっちゃええやんってなって、ステファヌ・ラメルメの三つの詩っていうのを作るんですよ。この知らなかったんですけどラベルのステファヌ・ラ・マラルメの三つの詩っていう曲がめっちゃいいんですよね。 めっちゃエレクトロニカみたいな感じでめっちゃいいんですよねでこうやって広がった無調が12音技法に広がっていくるんですけどイベント情報バン出しますと <laughs> この12音技法があのピエール・ブーレーズルイジ・ノーノとともにミュージックセリエルをセリエリズムを発展させていくって感じですねらしいんですよなんでこの電子音楽終作1にも12音技法の応用が見れるみたいな感じで でその元となったのは「月に惹かれたピエロ」っていう曲かなって調べてと思ったんですけど結構じゃあこの現代音楽の始まりってこの曲なんじゃないかなみたいなでこっから広がって3つの日本の女上司っていう紀い雪古今和歌集とか当時のフランスでは東洋趣味が広い人気を呼んでいたとでさらにラベルが現代音楽を予見させる機能を持った曲を作ってた ってるんですけど結構これも強い東洋趣味で画角を思わせる感じの和声だったり主旋律が出てくるんですねすごい綺麗なんですよで特にピエール・ブーレーズ式の CD があるんでそれはめっちゃ良かったですっていう流れが分かってくるとなんか面白くないですかねなんか面白くないですかなんかこう無調から始まって12音技法があってシェーンベルクすげえみたいになってでもストラビンスキーとラベルにも影響を与えて でもなんかこう、時代が変わるんですよね。きっとこの1950年ぐらいで。電子音楽が出てきて、シェーンベルクを発展させていく全員サンバガラスの、ストックハイゼンとピエール・ブーレーズとルイジ・ノーノがミュージックセリエルを主導していくと。で、電子音楽とミュージックコンクレートが融合していくという感じで、いや、コンテクスト上かってくると面白いなって思いますね。でぜひこのステファンヌ・マラルメの3つの詩、ラベルの曲は、 概要欄に貼っとくので、ぜひ聞いてみてください。はい。じゃあ来年もどんどんこの年表を広げていくぞみたいな感じで、じゃあ次誰かなと思った時に、ピエール・ブーレーズっていう名前がたくさん出てくるんですよね。この人は指揮者でもあり、作曲者でもあり、で、さらになんと、なんとっていう方ではみんな知ってるんですけど、MAX を作ったイルカムの設立につながるらしいんですよね。 我らが MAX、我らがブーレイズみたいな風に MAX ユーザーは思いませんかねいや、思いますよね。ブーレイズ来たーみたいな。イルカムだーみたいな感じ。そうなんです。だから今使ってる MAX っていうソフトは、こういう歴史のもとに生まれたコンテクストを持っているっていうことですよ。ワクワクしますね。ワクワクしますね、これは。 ということで、引き続き来年もどんどん現代音楽を調べていきたいと思います。では、今年1年どうもありがとうございました。また来年もどんどんいろんな実験していきたいと思いますので、よろしくお願いします。では、最近ハマっているスーパーコライダーの音を聞きながら、今回は以上になります。ありがとうございました。